刻は17時10分を回りました。 FM 五座 FM 宜野湾をお聞きの皆さん、こんにちは。そうですね、 FM 宜野湾のスタジオに移しまして、宜野湾スタイルをお送りいたします。本日はマナミンさんとお二人で、はい、やっていきたいと思います、はい、一緒にやります、はい、モリーさんとはまだお会いしてないので。あ、そっか。そうそうそう、これからどんどん仲良くなっていきたいと思います今は電話越しのそう電話越しでしかまだ会ってないので。あ、じゃあ今年会えるといいね。そう、うん、ちょっと目標の一つでモリーさんに会えて、はい、じゃあモリーさんぜひ、ね、遊びに来てくださいお待ちしてます。はい、お待ちしております。はい、そして皆さんこんにちは、高尾さんもカープボーイさんも、うん、たくさんコメントが早速。はい、カープボーイさんもね、ずっと暑かったですね、夜はどうでしょうねということで。確かにね、ちょっと引くといいですけどね、うん、この暑さが、うん、今もなんかスタジオの中がすごい日差しがめっちゃ入ってポカポカして、ね、そうですね、西日がそう、暑くて私半袖なんですけど、うん、ね、まなみさんもね、今日半袖だから暑い。そう、大変、まあ、天気がいいことはなんか、ね、うん、嬉しいね、嬉しいけれども、うん、早くも春な感じがしますね。はい、今日はそう、じゃあまずはじめにちょっと私から、はい、一つ情報をご紹介したいんですが、はい、今日午前中というかお昼に、FM 宜野湾のスポンサーでもあるのぼてる沖縄那覇さんに取材に行ってきまして、はい、小春ちゃんと二人で。そうで、今のぼてるのランチレストランはマグロフェアっていうのをやっていて、うん、おー、美味しそう。マグロのメニューがめっちゃたくさんあったんですよ。そうなんですよ。マグロってなんか握り寿司、お寿司のイメージですけど、あ、そうなんかそういう新鮮な、なんかそういう刺身系だけかなと思ったら、うんうん、ちょっと写真がもあるのでチラッと見せたいんですが、はい、ちょっと変えましょうね。はい、お願いします。お、これがなんかちょっとチラシ寿司みたいな感じの、一つ一つお皿に入った、はい、なんていうのかな、これね、本当にプチチラシ寿司、うん、海鮮チラシ寿司みたいな感じで、本当にいろんな、まあ、マグロだけじゃなくて他にもなんかちっちゃいイカとかも入ってる、ね、そうそう、海ぶどうも入ってた。あ、そうそう、小鉢、ひふみさんからありがとうございます。そうなんかカップじゃなくて小鉢ですね。小鉢に入った、下にもちゃんと酢飯が入ってて、はい、ご飯もあるんだ。ちゃんとそう、ご飯も入ってる。でももうご飯が見えないくらいたっぷり、ね、このお刺身がたくさん乗っている。すごい、これくらいの大きさだといろいろ楽しめるからいいですよね。うん、そうなんですよ。で、あとはこれはまた海鮮サラダ。おー。で、これの中にもマグロがたくさん入ってて、はい、でよく見るとこれ柑橘、マグロと柑橘のサラダみたいなもので、うんうんうん、みかんが入ってるの。本当だ、可愛くみかんがそうみかんが入ってて、でかけるドレッシングも柑橘のドレッシング。へー、爽やかですね。あ、ツイキャスで小春ちゃんからもコメント来てるんですが、はい、来てますね。はい、先ほど見せたこの小鉢に入ったものは、うんうん、実は名前が魚介の宝石箱っていう名前がついてて、すごい。そう小春ちゃんも一番のお気に入りだったということですね。でも本当に宝石箱みたいになんかキラキラしてます ね、素晴らしい。そう、こういうのが食べれるんですよ。で、他にもまあデザートだったり、うん、あとはまあ野菜もあって、あ、これそう、マグロの、まあ、これはツナサンド、グリルチーズツナサンドっていうのがあったり。美味しそ う、これが期間限定で今、これそう限定で、あとなんとマグロ料理の中にこの島豆腐とのマーラー鍋っていう、なんか豆腐、そう、ちょっと麻婆豆腐みたいな感じで、うん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 、その中にマグロも入ってるっていう、へ、ね、新しいですね。そうで、まあ今日はギノワンスタイル時間がちょっとわずかなので、はい、この辺でこの情報はちょっと一旦止めといて、詳しくはですね、はい、来週のギノワンスタイル、月曜日のギノワンスタイルに、なんとのぼてる沖縄那覇からまた2人、あ、じゃあもうすぐですね、はい、例の2人が皆さんおなじみの、はい、いらっしゃいますので、楽しみですね、はい、この2人からの情報をまたぜひ、うんうん、お楽しみに。お、皆さん、マグロフェアのお話とかたくさんあると思うので、はいはい、ぜひよろしくお願いします。ぜひ皆さん月曜日ね、はい、聞いてください。月曜日のギノワンスタイルもお楽しみに。はい、はい、
ということで、はい、ありがとうございました。そしてじゃあまなちゃんからも情報があるそうなので、はい、はい、ですね、水曜日でしたかね、ギノワンスタイルに出演していただいた、うん、アメリカーナ、そう、あ、沖縄アメリカーナ、はい、方が、ライブを、1月14日と15日に、うん、糸満ふるさと祭りというものがありまして、うん、場所は南浜公園市民広場というところであって、うんうん、糸満市ですね。でその中で、2日間あるんですが、その、はい、アメリカーナのお二人は15日の日曜日にご出演予定です。なんかこの祭りすごい、いろいろ種目じゃなくて、イベントの内容がいろいろあって、プログラムがいっぱいあって、そうなんですよ。それで18時25分からライブがあるそうなの で、はい、で音楽も流していただいたんですけど、うんうん、このギノワンスタイルで、そうすごい良かったですよ ね。めっちゃアメリカンって感じ。そう、アメリカンと沖縄のなんかちょっとこのコラボがいい感じでした、ね、なんかどっちもそう、うん、なんか強いじゃないですか、アメリカンな感じも強いし、うんうんうん、沖縄の、ね、すごいどういうライブになるのか楽しみですね、はい。こちらは、1月14日と15日それぞれプログラムがちょっと内容が異なるので、はい、調べていただいて、ちょっと詳細の方は、うん、サイトがあるそうなので、糸満ふるさと祭りで沖縄アメリカーナのお二人は18時25分から、うん、15日、あ、15日、そう、日曜日の夜6時25分からあるそうなので、ぜひお時間ある方は行ってみてください。はい、そしてもう一つありまして、はい、火曜日の14時から、番組を持っているヤシガテイストのゆきとさんとななさんのライブ情報ですね、うん、こちらは浦添市ヤフソにある T-NEXT というライブバーじゃなくて、ディスコだ、ディスコ、ディスコがあって、私これ1回第1回目行ったんですよ。あ、ディスコに、そう、人生初めて、おー、いや、すごかった。なんか、ミラーボールが回って、うん、本当に思い描いていたディスコ、うん、あ、ディスコのあのイメージ、そうそうそう、クラブじゃなくてディスコなんですよ、うんうん、ディスコ、そこで、そう、あるそうで、うんうん、こちらは本日です、本日ですね、なんと本日、はい、本日のステージがファーストステージとセカンドステージがありまして、で、ファーストステージは21時から、うん、でセカンドステージが23時からとなっております。うん、こちらはゆきとさんのインスタがあって、ゆきとさんのインスタの中にフライヤーが、画像があるんですけど、そちらを見せていただくと、うん、4000円が3500円に、おで、割引価格で、そうなんです、ドリンクとかついて、なのでぜひ皆さん、ゆきとさんのゆきと山内というアカウントがあるので、うん、そちらちょっと覗いていただいて、ぜひ、いや、めっちゃかっこよかったです。ゆきとさんの演奏ちょっとまだ生で見たことがないから、やばいですよ、もうキャーって言ってられない、そう言うしかないぐらいかっこよくてびっくりしました。おー、すごい、皆さんも声もすごいパワフルで、うんうん、なんかもう本当に、なんだろう、いつも番組でも楽しい2人なんですけど、うんうん、もうかっこよかったですね、またじゃあ違った一面が見れるというか、そうそうそう、なのでファーストステージとセカンドステージ、その時は違う曲をやられていたので、うん、もうぶっ続けで最後まで見たんですけど、おーおーおー、すごい面白かったです、すごい楽しかったということで、もまなちゃんも太鼓判を押す、はい、いや、めっちゃかっこよかったです、はい、いいですね、やっぱ生ライブはいいですね、そう、久々に行ったんですが、皆さんぜひ、ね、今日行ける方は今日だよね、そうなんですよ、うん、今日なんですよ、シガテイスト、じゃあそろそろギノワンスタイルもお時間なので、はい、また来週月曜日ですね、来週月曜日お願いします。はい、飲んだらめっちゃ美味しくて、なんかこのポタージュをなんかどんどん押していくから、
白なんですか？あ、うん、透明じゃない、あの普通のポタージュ、あの白い、一見見た目は本当に普通のポタージュ、でもなんかでも冬瓜らしさもなんかでもあんまり冬瓜みたいな、なんかでも美味しい普通に、はいはい、あさかもさんマーティー少しずつ、あ、ありがとうございます、ね、少しずつ終わりです終わりです、終わりました、ありがとうございました。なんか皆さんのホテルで行ったら冬瓜のポタージュもぜひ、え、気になりますね、冬瓜のポタージュ、飲んでみてください。小春ちゃんはその横にある中身汁、中身汁美味しいって言ってめっちゃ中身汁、中身汁もいいな、いいですね、いろいろ選べるの、いろいろあるので、まあ、私も皆さんのホテル行ってください、ぜひ、はい、じゃあまずは来週だね、そうですね、月曜日月曜日に来てください、じゃあまた、じゃあまた。